はい、こんにちは、パーカッションの高見です。今回は前回引き続きカウボーイビバップタンクのボンゴを叩けるようになろうという動画でございます。はい、みんな大好きタンクということでね、前回の解説動画は見ていただけましたでしょうか。なんとですね、あの動画を上げましたらですね、オリジナル原曲でボンゴを演奏されているマタロウさん、三沢マタロウさんが見てくださいまして、ツイッターでね、完璧ですというお言葉をいただきました。もう感激ですね、本当に感激の至り、ありがとうございます。はい、なのでもうこれからね、堂々と教材として使わせていただこうかなと思っております。はい、でやっぱりですね、なんか楽器を練習するってなった時に、この曲が演奏できるようになりたいなとか、この曲のソロみたいに叩けるようになりたいなっていうのがあると、一気にね、上達のスピード速くなると思うんですよね。あとできるようになると、まあシンプルに楽しいっていうのがあります。でギターとかピアノだと結構そういう楽曲がね、分かりやすいんですけど、パーカッションだとね、まあ、なかなかそういうの見つかりづらいのかなと思ったりします。でそういう点でもね、このタンクっていうのは、まあ、むちゃくちゃかっこいいですし、これが叩けるようになると結構ね、このフレーズが、まあ、他にも応用できたり、単純にこのスキルアップにね、めちゃくちゃ役に立つと思いますので、あ、タンクみたいなの叩きたいなと思ってる方はね、ぜひ叩けるようになりましょう。はい、僕の動画など活用していただいてですね、ぜひこの叩き方やフレーズなど習得していただければと思います。はい、で具体的なその叩き方というのはですね、前回の動画ですでに解説をしていますので、それを見ていただいた上で、今回何をやるかというとね、もうひたすら練習です。もうストイックに練習しまくるという動画になっておりますので、活用してください。ちなみにボンゴを前提としておりますけれども、これ実はね、ボンゴじゃなくても違うパーカッションでも全く同じことができるんですね。どういうことかっていうと、ボンゴはね、前回解説した通りで、というような感じなんですけれども、これが例えば、カホンでやるとどうかと。俺、カホンやってんだけどと。私、カホンしか持ってませんっていう方でもね、大丈夫でございます。はい。カホンで、今、ボンゴでやったね、ボンゴ低い方をカホンのベース、ボンゴ高い方をカホンのハイに置き換えてやれば、という感じでですね、なんと、カホンソロになってしまうと。いうことなんですね。これカホンじゃなくてコンガでもジャンベでも同じです。はい、何かこの音をね、置き換えていただければ、このフレーズがこのまま使えますので、みんながやってる楽器それぞれに置き換えてやってみてください。はい、でもここからはね、ひたすらストイックに練習していただきますので、ご準備ください。どういうふうにやるかというと、まずですね、僕がボンゴを演奏している映像と音声が1回流れますので、それを見ながらね、合わせて叩いて練習してみてください。はい、でその後にこのボンゴの音が入っていない伴奏カラオケだけの音声が流れますので、そこであなたがソロを練習してください。はい、でこれをね、5回繰り返します。ボンゴありボンゴなしっていうのをひたすら5回繰り返しますので、そこでね、ひたすら練習をしてみてください。で曲のテンポ、速さはですね、だいたい原曲の半分ぐらいのゆっくりなテンポに設定してありますので、まずはそれぐらいから確認していただいて、あ、もうこれぐらい余裕で叩けるわってなりましたら、テンポ、速さを上げていきましょう。で、どうやって速くするかっていうとですね、この YouTube の再生速度を変えて速くします。だいたいですね、スマホとかアプリで見てる場合、この辺に点点点っていうポッチが出てくると思いますので、そこで再生速度っていうのが変えられます。そこで 1.25 倍とか 1.5 倍っていうのを選択していただくと速くなります。ちなみに2倍にすると、だいたい原曲と同じぐらいの速さになります。でパソコンで見ている方はですね、この辺かな、だいたいこの辺に歯車のマークがあるかなと思いますので、そこを押していただくと再生速度を変えることができますので、ご自身に合ったレベルで速さの調整をしてみてください。で一番ゆっくりなテンポでもまだちょっとよくわかんないとか、叩きづらいという方は、前回のですね、解説編の動画で1小節ごとに解説してますので、それを見ながらまずは確認してみてください。でそれができるようになったら、この練習動画に戻ってきてください。はい、ではここからね、ひたすらストイックに練習していただきますので、楽しんで、練習してみてください。それではどうぞ。
お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ゆっくりなテンポでもね、叩けるようになったよという方は、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。まだちょっとよくわからないとかね、うまく叩けなかったという方は、繰り返し練習して叩けるようになっていただければと思います。はい。こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。